赤文字系雑誌とは、大学生の女性や働く若い女性などの20歳、大前半ぐらいの女性を対象としたファッション雑誌。単に赤文字系と呼ぶこともある。赤字系雑誌とは、具体的には、JJ、BB、レイ、キャンキャンの4紙またはそれらに、ピンキーを加えた五詞を指す。隠しとも大事が赤、または、ピンクなどの赤系色であることからこの名称が、付けられた。 ピンキーのみ、送還時には大事を赤で表示していなかったものの、傾向や発売日が同じことから赤文字雑誌に含まれるようになった。ご指ともに発売日は毎月23日で、対象年齢は20歳前後。いずれもコンサバファッションを扱っており、また隠しとも、ファッションメイクヘア関連のみならず、芸能、グルメ、旅行、就職、恋愛など、 この年代の女性の関心の高い情報の掲載も力を入れている。目次前に各社の最新商品を紹介するコラム、目次後しばらく編集記事、後半に差し掛かると、メイクヘア関連特集やタイアップ、刊末に、カルチャー、読者投稿などの連載という順序で紙面が編成されることが一般的である。その他の共通点としては、登場モデルが テレビ番組に出演することが、反則活動の一環となっている点が挙げられる。もちろんファッション誌ゆえに、上質紙の仕様とカラー印刷の多さが特色であり、ページ数自体も、平均250から300ページ前後と多めで、あるので、これが雑誌そのものの重さにつながっている上、フロークとしてバッグ、小物類が付くことも多い。だが、そのボリュームの割に、 価格は600から750円以内と安価な傾向にある。この背景には、読者モデルの多様で出演料を削減できたり、数ページにわたり、同一会社、ブランドの商品が掲載される記事広告、付録グッズによる宣伝などのタイアップにより、メーカーから安く衣装の貸し出しを受けられるなど、制作コストを削減できることが挙げられる。ハーフブームももう終わり 女子カルチャー衰退の要因を徹底分析。サイゾーウーマン AB 第3弾は表紙モデルに女優が多い30代、40代向けを解説。新ジャンル50歳向けも出現。男のための女性誌講座日経トレンディネット。ありがとうございます。